花束贈呈をさせていただきます。お笑い界からご快諾いただきました。どうぞお入りください。おー、すいません、絶対忙しいのにごめんなさい。嬉しい、めっちゃ嬉しいです。すいません、わ、絶対忙しいのに、すいません、江口さんこんなに驚いてくれると思わなくて、マイルカさんのマイクがないのにトークが始まるという、お笑い芸人のマイルカの坂本さんと長谷さんです。なんか、面白いのはもちろんなんですけど、ありがとうございます。なんかちょっと人生に絶望してるみたいな感じがあって、そこからこう楽しい話をしてるっていう感じがするから、めっちゃ すごい勝手なことをおっしゃってますよ。してますね。人生絶望してない。なんて言ったらええんやろ、はい、なんか前向きでキラキラして希望に満ち溢れてるみたいな感じじゃないから、それが私はなんか信用できるっていうか、めちゃめちゃ好きなんです。まあそうだ、ほんま人生に絶望してると言ったことは一回もないんですけど、そんなつもりもないし、キラキラしてたんですね。キラキラしてるつもりもありますけど。本当ですか、本当ですか。はい、すいません、1秒も出てないのに。はい、ありがとうございます。 OK です。はい、マジですか、今年4回寄席を見に来てくださっていた、僕らの舞台を。そうですか。いや、知らんかった。もう結構でございます。ありがとうございました。すごい、撮影中にもトークをしているという、ありがとうございます。